はい、やってきました。私は今、石川県にある、肥後山ふれあい研修センターというところに来てます。ここに来るのに、6時間ぐらいかな、自宅からかかりました。で、今日ここで、富士フィルムさんと、それから、X ステーション、富士から北陸さんが主催する、富士フィルムのカメラを使った、星空撮影講座が開催される予定になってます。まあ、それでここに私が講師として来た感じですね。今は晴れてるんですけどね。今晴れ、めっちゃ晴れてるんですけど、ここから今日ね、曇る予報なんですよ。ただまあ、それでも雨は降んないので、やったことある人はわかりますけど、暗闇の中でカメラを操作するっていうことが結構重要な経験じゃないですか。だから、基本的にはもう晴れてる日に来れば、同じ日に来るところに来れば、ここに来ればね、もう星が撮れますよっていうところまで皆さんをこう、鍛えてあげようというか、練習してもらおうというのが、まあ、自分の今日の目的なんですけどね。まあ、晴れてなくてもできることはいろいろあるので。じゃあ、それではこれから講座が始まりますので、まあ、中の様子ちょっとお見せしたいと思います。行ってみましょう。実際撮影の話になっていくんですけども、まあ、さっきのちょっと補足説明ですね。何よりですね、その適正露出で撮るっていうのはやっぱ大事なんですよね。だからこのレンズの先端が外気温よりも1度でも冷たくなればこっちに曇るってことですね。昔はですね、赤いライトがいいですよって言われたんですけど、それは正しいんですが、成形写真の場合だけ電球の方がいいです。でですね、これ赤いライト、この おはようございます。今日がね、なんかね、金沢市内で金沢マラソンがあるんだって。それですごい、その道路の規制が激しいってことで、もういち早くですね、今、朝7時なんですけど、いち早くホテルを離脱して、金沢市前を離脱してね、今サウナ、温泉に来ました。なんかちょっと綺麗にして、ちょっとひげも生えたんでね、さっぱりしてこようと思います。じゃあ、行ってきまーす。さっぱりしました。あー、さっぱりした。むくみ取りましたかね。北陸地域では唯一の天体望遠鏡専門店の UC トレードさんってところがあるんですよ。で、UC トレードさん、私、前職のサラリーマン時代に営業を担当してたところで、コロナの関係で退職の挨拶がメールだけだったんですよね。だから、まあ、今、せっかくなので、顔出していこうかなと、挨拶していこうかなと思ってますんで、これから UC トレードさんに行ってみたいと思います。で、その後もう帰るだけなんですけど、まあ、片道6時間かかりますから、まっすぐ帰っても。だから途中どっかでね、長野近辺で撮影場所見つけて、撮影してから帰ろうかなという感じに考えてます。じゃあ UC トレードさんに向かいます。はい、UC トレードさんに来ました。こちらでーす。こちらが UC トレードさんでーす。懐かしいな、このキャベツ畑。あ、大野さんがいた。 UC トレードさん行ってみます。お久しぶりです。めっちゃお久しぶりです。どうも、わざわざすいません。失礼しまーす。あー、懐かしい。いやー、本当お久しぶりです。すいません、なんか今日、いやいや、とんでもない。急に すいません、ありがとうございます。Thank you.
すいません、長いしちゃって。あ、いえ、とんでもありません。いや、来てよかったです。お会いできて。よかったです。あの、動画アップしたらお知らせしますね。あ、はい、あの、はい、なんか軽く、あの、お世話になったお店ですみたいな。ありがとうございます。あの、いろいろ紹介させていただきます。微力ながら。はい。すいません、また来ますんで。はい、そうですね。はい、また来ます。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。どうも。カメラ持ちながらってね。どうもありがとうございました。失礼します。失礼します。はい、というわけで。いやー、懐かしい、懐かしいっていうか、嬉しいですね、ほんと。星田撮影塾をお渡ししたんですけど、すごい喜んでくれてサインもしたくらいにして、私のこともブログに書いていいですかみたいなことをおっしゃってましたけど、いやー、ほんと嬉しいですね。ああやってこう、ほんと、お世話になった人がね、こうやって、自分のことを、なんか自分の成長をすごい喜んでくれてるの、ほんと嬉しいですよね。じゃあ、次の現場に向かおうと思います。これから、撮影、とりあえず帰るんですけど、帰る途中どっかで撮影して、行こうかなというふうに考えてます。ちょっとどこ行くかこれから決めまーす。いや、UC トレードさん2時間も喋っちゃったよ。あっという間だったなぁ。ねえ、久しぶりに会ったからなぁ。はい、で、今私はですね、富士山に実は向かってます。どこで撮影しようかなぁと思ったんですけど、なんかね、私がお世話になってる田中雅美先生が、富士山で撮影をするから、ちょっと来いと。合流しなさいというような指示があってですね、あのイヤリング富士って言ってね、富士山の山頂の観測所があるんですけど、そこの横から月のなんていうかね、欠けた両端がちょろっとこう顔を出すみたいなね、そういう撮り方があるんですよ。で、今日それが撮れるからっていうことで、じゃあ、行ってみましょうかという感じで富士山に向かってます。月が昇ってくるのはまあ、1時40分ぐらいなのかな。で、そこから富士の山頂に上がるまでまだ2時、まだまだ時間がかかるんで、多分2時半ぐらいなのかなとか思うんですけど、金沢から富士山の、撮影ポイントまで5時間ぐらいかかるんですよ。だからまあちょっと早いんですけど、今のうちのして、まあ、できればね、途中晴れたところあればそこでも撮りたいなと思うんですけど、まあ、とりあえず移動を続けたいと思います。久しぶりに来たな、朝霧アリーナ。今日誰かいるかな。お、誰もいないね。お疲れ様、大丈夫ですよ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。こんなところなんで来てんだって今言いながらそしたら写真撮ってんじゃねえのって言ったの。そうなんですよ。ああ、やっぱりこれならチャンスだな今日。チャンスですか。うん、雲がね、また本当この間みたいにさ、ものすごいな、でも、はい、どないもない機材、形始めますじゃん。
田中先生と合流しまして今から撮影場所に向かってます。まあ今日の撮影地は田中先生が選んでくれたところなんですけど、私ヤリング富士は今回2回目ですかね。前よりうまく撮れるように一応対策してきたんですけどね、結構難しい撮影なんでね、あっという間なんですよね。ちょっと動画撮る余裕がないかもしれないので、とりあえず回しっぱなしにしておこうと思うんですけども、次が今回の旅の最後の撮影かな。頑張りまーす。あ、来た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 来ました来ました。いやどうなるどうなる、来たね。頑張れ頑張れ頑張れ。見えてる見えてる。あ、なんか片耳出ましたね。出ましたね。片方光った。片方光った。もう片方は。光ったぞ。光った。光った。そもそも位置の計算が悪くなる。ああ、見えてる。来た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 。雲の間からピカンと。はあ、終わったか。リーディングでしたね。